家のレンジに私の赤ちゃん入れたから1週間世話よろしく。冗談は歯茎の面積だけにしてくれるかな。お姉さんひどい人が気にしてることを。だいたいあやちゃんがうちに入れるわけがないでしょ。この間お兄ちゃんが実家で酔いつぶれてる隙に合鍵作っといたの。何してくれてんの。いつか役に立つと思って。ほら早速使う時が来た。ひなちゃんのことも本当？そうだよ。お姉さんのところって子供いないから置き場所がなくてさ。ありえない。レンジの扉閉めたの？当たり前じゃん。閉めなきゃ落ちるし。それにいくら家の中でも気温は低いはずよ。冷たくなってたらチンしておいて。ひなをチンしたら鶏になったりして。ふざけてる場合？冗談に決まってるじゃん。レンジジョークってやつ。笑えない。そういうわけだからさっさと早退してお世話よろしく。私出張中だよ。はあ？どこに？熊本だけど。今から戻ったらどれくらい？無理よ。今から大事な商談なの。自分こそ今どこにいるの？近くの駅だけど。じゃあすぐに戻りなさい。やだよ。旅行の予定がパーになるじゃん。何考えてるの？今までは夫の妹だと思って遠慮してたけど、今回はあんまりよ。出た説教ババア。遠慮なんてしたことないくせに。臨月でスノボー行ったり、生後1ヶ月にもならないのに預けに来たりするから怒っただけでしょ。他人からの小言とかそういうのいらないんで。じゃあ他人の私に頼ろうとしないで。私はお兄ちゃんに甘えようとしてるんです。夫もいないわ。なんで今頃地球の反対側ね。なんでそんな遠くに。海外事業部なのよ。こんなことを日常茶飯事だけど。マジか。まあでも大丈夫っしょ。は？明日には戻れるよね。人間3日くらい飲まず食わずでも生きていけるって言うし。赤ちゃんなのよ。体力が大人とは違う。いや、子供の方が強いよ。何の理屈か知らないけど、すぐに戻って。出産前から計画して楽しみにしてた旅行なの。だいたい誰と行くのよ。旦那さんじゃないんでしょ。内緒。わかった、もういい。私に任せて。ありがとう。頼れる義士って感じで最高。数分後。カイト君、ごめん、今いい？お姉さん、珍しいですね。どうされました？今どこにいる？会社ですよ。ああ、よかった。今すぐうちに行ってくれない？どうしてですか？あなたの奥さんがとんでもないことをやらかしてくれたの。あやは今日から実家のはずですが。赤ちゃんをうちに置いて旅行に出かけた。はい？しかもレンジの中に入れてきたっていうの。何かの冗談でしょう。だといいんだけど、心配じゃない？私も夫も出張で家にいないのよ。でも鍵はどうしますか？警察には連絡した。窓なら割ってもいいって伝えてるから。あやに電話してるんですが、電源切られてます。旅行から戻るまで連絡を無視する気ね。ひなは生後3ヶ月ですよ。レンジに入りますか？わからないわよ。そんな光景見たこともないんだから。とりあえずすぐに早退します。そうして。私も商談が終わり次第飛行機に乗るわ。忙しいのにすみません。あやちゃんって普段はどうなの？私から見るとあまりにも常識がなさすぎるんだけど。その認識で合ってます。僕も子供が生まれれば少しはマシになると思ったんですが。そっか。でも子供がいるからね。仕方ないじゃ済まされないよ。ですね。上司の許可降りたんですぐ向かいます。お願いね。1週間後。なんで大騒ぎにしちゃったのよ。は？さっき電源入れたらすごい数の着信で、警察署とかもあったんだけど。一刻も早く保護するために通報した。ふざけないで。私はあんたに預けたの。出張だって説明したでしょ。旦那の LINE で知ったけど、次の日に戻ったんでしょ。1日くらい平気だったのに。あなたは暗くて狭いところに丸一日いられるの？まだ乳児なのよ。何も分かってないんだから記憶にも残らないし、
どうってことないのに。あなたみたいな人が子供を産むから不幸の連鎖が止まらないんだ。はあ？今回のことで信用を失ったと思いなさい。実家、旦那さん、友人、ご近所さん、すべてよ。なんでそうなるのよ。噂なんて一瞬で広まるの。みんなこの話題で持ちきりよ。え？電源切ってただけじゃなくてニュースも見なかったなんてどこにいたの？それは警察が調べればわかることよ。ハワイ、いいご身分ね。別にいいじゃない、出産頑張った自分へのご褒美なんだから。ねえ、ひなちゃんのこと心配じゃないの？どうせ無事なんでしょ、私の言った通りじゃない。いいえ、相当まずい状態よ。え？溶けてしまって。嘘よ、もう原型はとどめてない。そんな、カイトくんがレンジのスイッチを押したそうよ。え？大事にできないならもういらないだろうって。なんてやつなの。帰国したのは昨日よね、今どこにいるの？知り合いの家。泣き殻を送りたいってカイトくんが言ってるの。遺骨のこと？わかった、私が引き取るわ。よかった、知り合いに迷惑はかけられないから実家に送るように言っといて。わかった。なんていうか、さすがにショックかも。私もまさかそんなことになるなんて思わなくて。そうね。カイトは警察に？うん。一生出てくんなって伝えてくれない？わかった。離婚して新しい人生をやり直すわ。ヒナのためにも幸せにならなくちゃね。そうだね。よし、私頑張る。数日後、実家から荷物転送してもらったらどえらいことになってんじゃないのよ。あ、届いた？ちゃんと弔ってあげてね。私の宝物のソフビがドロドロじゃない。うん、ちょっと待って、レンジでチンしたのってこれのこと？ヒナじゃなくて？あんたじゃないんだから誰が子供チンするのよ。やだ、これいくらしたと思ってんの？さあ、でも子供の命よりは価値ないでしょ。だからってひどい。カイトくんがやったの。あいつの一番大事なものを同じ場所に閉じ込めてやるって。加熱しちゃってんじゃん。自動温めを間違って押したらしいよ。人間誰でもミスはあるし、許してあげてよ。だったら私のやったこともミスで許されるよね。それは違うんだな。保護責任者遺棄と言って犯罪になるから。何それ、子供を預けただけで犯罪になるなら保育園に通わせてるママは全員アウトじゃない。あんたは預けたんじゃない、置き去りにしたの。ごちゃごちゃうるさいな。うるさいついでにもう一つ、うちの窓ガラス割ったから弁償よろしく。え？警察呼んだのはいいけど鍵がないから窓割って入ってもらったの。だったら警察に請求しなさいよ。ひなちゃんを助けてくれたヒーローに金払えなんて私は言えないな。突入する原因を作った人に請求するのが筋ってもんでしょ。意味不明なんだけど。慰謝料とか養育費とか支払いが立て込むし大変だと思うけどよろしくね。ざっと10万くらいなんで。冗談じゃないわ。ただでさえ旅行でお金使ってすっからかんなのに。そのお金もカイト君から請求されると思うよ。何言ってんの？家のお金は共有財産なの。あれはカイト君の貯金よ。独身時代の資産は共有財産には当たらない。そうなの？何も知らないのね。無知だからこれだけ非常識なことができるんだろうけど。そのうち返すつもりだったの。ソフビ売ればそこそこの値段つくのに。溶かしたのは旦那でしょ。じゃあそちらも裁判を起こして請求すればいい。やってやるわよ。刑務所の中で訴訟とか大変だろうね。弁護士雇うだけでもお金かかるし。なんで私が刑務所に入らないといけないの？ヒナは生きてるし、そんな大した罪じゃないよね。あなたが犯した罪はそれだけじゃないでしょ。勝手に間引いちゃダメじゃない。え？近くのスーパーが万引きが多くて困ってて、警察に捜査を依頼したらしいの。防犯カメラにはあなたがエコバッグに食材を入れてる様子が映ってるそうよ。違う。一件や二件じゃないそうね。
しかもその時にひなちゃんは映ってない。生後間もない赤ちゃんを置いて買い物に出るなんて正気？家の方が安全だからよ。これを機に昼間はあなたの怒鳴り声がすごいって近所の人からの通報も出てきたらしい。小さな赤ちゃんに何を怒鳴ることがあるのか不思議だわ。うるさい子なしのあんたに何がわかんのよ。おっしゃる通り、子育ての苦労は理解できない。でもやってはいけないことくらいはわかってるつもりよ。ほっといて。久しぶり。なんでこいつを呼ぶのよ。私から言うことはもうないから。完全に結婚する人を間違えた。それは確かに俺のミスだ。なんなのよ。でもここまで人間として未熟で根っこが腐ってるなんてさすがに思わなかったんだよ。人のこと言えるような人間、仕事するしか脳がないくせに。セレブ病院で産みたいって言うから出産費用は100万を超えた。将来ひなのために貯金しようといえば今が楽しくないと意味がないと散財ばかりした。こっそり貯めていた金も全部使ったよな。仕事するしか脳がない人間の稼いだ金を使いまくったのはどこの誰だよ。私は人一人産んだの。そのくらいの贅沢許しなさいよ。カイト君、こんなやつに何を言っても無駄よ。そうですね、話すだけで疲れます。もう金だけ払わせたらそれでいいです。ここに至るまで一切の謝罪をしてないのよね。夫と同じ血が流れてるとは思えないんだけど。お金なんてないから。なければ稼ぎなさい。刑務所行ったら働けないじゃない。出てきてからでいいのよ。仕方ないから待ってるよ。え？私が出所したらやり直してくれるってこと？アホか。支払いのことだけだよ。すごい図太い神経してるね。まだ自分が愛されてるとか思ってんのかな。だったらめでたいわ。ですよね。こいつの本性を知ったら浮気相手も離れてくのは確実ですよ。はあ？バッカじゃないの？彼は私と再婚するって言ってくれてるの。あら、おめでとう。よかったな。どんなことがあっても一緒だよってハワイの夕日を見ながら誓ったんだから。そのどんなことの中に犯罪行為が含まれてるはずがないのにね。いや、もしかしたら出所しても待っててくれる貴重な人かもしれませんよ。今一緒にいるんでしょ。ちょっと聞いてみてよ。わかったわよ、ちょっと待ってて。どうだった？嘘。なんて言われた？さすがにクズとは結婚できないって。なんて男だ、さすがに言い過ぎだろ。最低なやつだな。そう思う？やっぱりひどいよね。俺が一言かましてやる。どこのドイツだ？フェリクス商事の総務部とか言ってた気がする。助かった。カイト君すごい、よくやった。は？相手の情報だけがどうしてもわからなくてさ。探偵ハワイに派遣する金もないし、被告もいつかわからないから、ヒナ抱えたまま尾行できなくてさ。自白してもらって助かったよ。騙したの？うん。自分だって友達と旅行ってカイト君を騙したじゃない。待ってよ、彼に今 LINE 見られた。会社名言うとかふざけんなって怒鳴られて追い出されちゃった。どこにいたの？彼の家よ。その人は独身なんだ。うん、私のためにワンルーム借りてくれてたの。毎回ホテル行くより安いって。ここらだと最低でも8万はするよな。ホテル代がペイできるってことは月に10回は会ってた計算か。ちょっと度を超えてるね。その間ひなちゃんも置き去りにしてたとなると罪は相当重くなる。よくひなはここまで生きててくれたよ。こんな母親なんかのせいで人生終わらせてたまるかって思ったんだね。はい、強い子です。これからは僕が大事に大事に育てます。パパどっか行ってって言われる日までもう離れません。いいパパになるよ。私たちもできることは協力するから。ねえ、私は何か力になってくれるよね。裁判とか証言したりとか。カイト君、お腹空かない？実は朝から何も食べてなくて。今日夫が帰国するの。すき焼きするからおいでよ。いいんですか？ひなちゃんにも会いたいし。じゃあ後で行きます。ねえ、無視しないでくれる？ビール買っていきますね。銘柄の希望とかあります？
あーないない、なんでも OK。 ねえってば。声が届かないって辛いんだろうね。ひなちゃんもそう思って泣いてたんじゃないかな。ですよね、考えただけで泣けてきます。ふぅ、そういう作戦ね。私は負けない、絶対に会いに来てよ、待ってるからね。後日談。綾は様々な罪で懲役5年となりました。裁判ではしきりに後ろを振り返って知った顔を探していたようですが、カイト君はもちろん私たちも傍聴も面会も一切言っていません。夫は優しい人ですが、今回のことでは相当切れてました。ご両親も親子の縁を切ると言い、実家にあった綾の私物を全て処分したそうです。獄中から届く手紙は毎回、ひなは元気ですかから始まり、最後は少しでいいのでお金を送ってくれませんかで終わっています。私も知らなかったのですが、未開封の手紙なら赤字で受け取り拒絶と書いてポストに入れれば今後届かなくなるそうです。早速赤ペンででっかく書いて投函してきました。カイト君は在宅でできる仕事に切り替えてちゃんと育児を頑張っています。歩き出して目が離せないと愚痴ってますが、それすらも嬉しそうだったりして、私たち夫婦も少し仕事をセーブしてひなちゃんのいとこができたらいいなと思っています。